の絵大見商人または公州商人交渉は中世から近代にかけて活動した大見国出身の商人大阪商人伊勢商人と並ぶ日本三大商人の一つである現在でも俗に滋賀県出身の企業家を大見商人と呼ぶことがある通常大見国外に進出して活動した商人のことを大見商人と言い,い活動地域が 大見国内に限定される商人は、商意と呼ばれて区別された。大見全域からまんべんなく商人が生まれたわけではなく、商人が多く排出した地域には、偏りがあり、また地域によって、活動時期、進出地域、取扱品目などに違いがある。東山道や東海道などの主要街道が通る、大見では、街道沿いに定期市や座が早くから発生し、中世より、 商業活動が活発であった。中世に活躍した商人集団には、キューリー藩街道を通って、若狭国方面へ行商に出かけた五家商人と、八風街道や畜産街道を通って、伊勢国の桑名へ行商した四本商人が挙げられる。とりわけ特沈法を拠点としたホ内商人の活動が、大見商人の先具となっている。江戸時代に入ると、 大見出身の商人は徐々に活動地域や事業を日本全国に拡大させ、中には衆院選貿易を行う者も現れた。鎖国成立後は京都、大阪、江戸の三都へ進出して大名菓子や醸造業を営む者や、江戸地で場所を受け置い人となる者もあった。幕末から明治維新にかけての混乱で没落する商人も、 あったが、西川のように社会の近代化に適応して、存続、発展した企業も、少なくない。今日の大企業の中にも、大見商人の経譜を引く、会社は多い。その詳細を、江戸っ子や同業者から妬まれ、伊勢商人と共に、大見泥棒伊勢小事と下げ済まれたが、実際の大見商人は神仏への信仰が厚く、規律道徳や陰徳善事を重んずる者が多かった。 様々な規律道徳や行動哲学が生み出され、各商家ごとに家訓として代々伝えられた。成功した大見商人が資材を神社仏閣に寄進したり、地域の公共事業に投資したりした逸話も数多く残されている。一方で、江戸地でアイヌを漁業に酷使し、江戸幕府の函館奉行所に非道があると改善を命じられた藤野家のような例もあった。 当時世界最高水準の複式簿記の考案や契約ホテルの走りとも言える大東番仲間制度の創設、現在のチェーン店の考えに近い出店、枝店の積極的な開設など、大見商人の商法は徹底した合理化による流通革命だったと評価されている。売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて、 地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない。三方義の理念が確認できる最古の資料は、1754年に、神崎郡、石場寺村の中村自兵が書き残した家訓であると、される。これを、伊藤忠商事創業者、伊藤忠兵が広めたという。ただし、三方義は、第二次世界大戦後の研究者がわかりやすく、評語化したものであり、 昭和以前に、味方良しという用語は存在しなかった。始末とは無駄にせず倹約することを表すが、単なるケチではなくたとえ高くつくものであっても本当に良いものであれば、長く使い、長期的視点で物事を考えること。また、気張るとは本気で取り組むこと。利益はその任務に懸命に努力した結果に対する、おこぼれに過ぎないという考え方であり、営利至上主義のいさめ。 人知れず良い行いをすることを言い表したもの。自己検事や見返りを期待せず人のために尽くすこと。大見商人の成り立ちに関し、場所の共同訓示によりてできたものというかつ回収の談話が残されている。地域、施設人物組織物品。ありがとうございます。